私の名前は福野道隆と言います。1970年に埼玉県に生まれました。私が陶芸家になるきっかけは、生まれた家ではひな人形を作っており、子供の頃から工芸作品を見る機会が多くありました。それが原点です。作風は布目化粧の風合いを生かした器に細密な幾何模様を描いた彩色陶器が特徴です。日本の美しい風景を感じるような作品を作っていきたいと思っております。